しまって練習中止になって、はい、今バッティングセンターに来てるんですけれども、はいはい、なんとですね、今回新しい選手、はい、BC に正式に加わった選手のお墨付きの選手が、はい、もう今日、もう 何人来てるんですか？ 4、5 人来てくれて、一斉にそちら1人ずつ、はい、紹介していくんですけど、はい、よっしゃ、まあ、本日第1弾、こちら石黒龍一選手。おーユニークだ、ユニーク。このガタイ見れば分かるもんね、うん、本当にヤバいじゃないですか。もうやばい、やっぱり最近から見えやばっさ、みんなもしっかりしてますよね。硬いだけじゃない、中に柔らかくなった。この方に明らかに野球うまいし、うん、なんと NPB のガチのブルペンキャッチャーです。ガチ、うぇー、ガチしたね。マジでやばっ、そういうゴリゴリの選手。高校は学生やそう、で俺らの一個下だから、せいやの一個下。あ、せいやにめっちゃ好き使われたんですね。もう今行った方がいいですよ。めっちゃいい先輩で。あ、ほんとだ。怖くて言えないです。あいつ、グリーコイン。縦が行った。縦が行った。縦が行った。まあ、理想学者からの、平成国際大学。はい、で、シンジの、紹介。あー、なるほどね。あの、イケメンシンジ君のお友達で。なるほど。後輩かな。後輩。で、今回バッティングと、はい、それプロレベルの。キャッチングマジで。おお、めおめおめおめ。みたいですね。どんだけキャッチャーうち入るんですか。めっちゃ揃ってる。キャッチャー以外できる。あ、でもやってみる。やってみる。まあ、基本でキャッチャーで。ああ、そうだね。うちでキャッチャーが今成功して決まってるのが、あの独立リーグ出身のキャッチャーなので。はいはいはい。すぎる、すごい。何なんですか。キャッチャーで一番悩みどころなのに。なんで足りてる。ファーストも、あの一応レギュラーが今この23ホーマー。ここ。二番手が14ホームラン。もう、ちなみに、その24本中、俺、1本鈴木誠也なんですけど、誠也、はいはい、いいなぁ、そこでつながるんですね。ということで、じゃあ、バッティングまず見ていきましょう。ガタイチェック、ガタイチェック、ガタイやべえから。あー、普通、どの音が鳴るんですけど、レなんですよ。いや、だって、豚がちっちゃく抜いてるんだよ、もう、ガタイやべすぎて。いや、でもなんか、やっぱ、筋肉ちゃんと触ると。すげえ、もうスタイルが抜群すぎる。ちゃんとなんかインナーがしっかり、本当に柔軟性が。インナーとかわかんねえな。ちょっとインナーとか。あー、インナーがしっかり。中に柔らかさ。インナーしかわかんねえな。アウターってなんすか。壁がえげつなの。ニューロー、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 いっと、ちょっと今のはもう、怖い、怖い、やばいやばい、キャッチャーラスト、これ見て、見て、ライバルが、ライバルが、まあまあまあ、ライバルが、まあ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 結構ガチな普通に見とれてましたね。だいぶガチな顔です。高い、下げろ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 下やばいやばいやばい、打球やばい、やめてやめてやめて、あ、すいません、やめてサード、あ、ダメですね、やめて、内野手をちょっと立ってこい。いいねぇ。ちょっとリュウちゃん、はい、キャッチングするんだけど、はい、何て言えばいい？150でお願いします。150、もういい、150や。もうあの、
いかに速いのを止めるかの勝負だから。すごい。そうさ、普通にもやばいことだね。NPB の分析キャッチャーと独立リーグのキャッチャー。キャッチ部隊のプロ2人がやばいね。ゆるゆる。ゆるゆる。150取れる？取れるしょ。金額ね。取れる取れる。これ何キロ？150。ああ、大丈夫です。あ、これ150ですよね。150キャラできた、キャラだ。やばいやばいやばい。これいける、いける。150キロキャッチ対決ということでお願いします。おどちらがファンつくのかな。これでファンの数決まっちゃうんだよな。ここで顔は勝てるんだよな。キャラなんだよ。キャラで勝ってる。ちょっとじゃあ、はい、ミットの紹介をお願いします。畠山の公式用で大学1年生の時にオーダーしたの、今も。パパやばいですよ。シリーグ、イーグロスギン、ちょっといいですか。ありがとうございます。やばい。畠山ってか、これロゴ入ってるのに、ここにも畠山って言ってる。あ、違う、石黒です。そんなわけ、そんなわけなんですか。じゃあ、ボーグをつけて、はい、お願いします。キャッチングいいね。150もすぐ仕留めろ。えぐい、キャッチングえぐっ。あ、いいね。違うわ、やっぱり。やばいよね。マジでやばい。負けてます。これでまだ負けてるんだ。あ、やばい、やばい。えぐい、えぐい。音鳴らしながらのビタ止め、一番気持ちいいから。いきなり気持ちよくなっちゃった。やばいんだけど、マジですげえ。キャッチングよ。やっば、ちゃんと見えてるもんね、ボールが。ガチ150キロじゃん。えぐ、やばい。さっきからエグーしか言ってないからね。語彙力なくなってるから。エグいもん。やば、クソ速いもんだった、たまに。こんだけ見たらもうグラフ一切動いてないから。やばい、完璧だ。素晴らしい。やばい、素晴らしい。ガチだな。ラストビタビタお願いします。うわー、決めてくる、決めてくるタイプ。ありがとうございます。お疲れ様です。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。痺れます。ありがとうございます。いやー、やっぱ僕も同じキャッチャーとしてね、素晴らしいです。もうプロです、これは。いや、そんなのないです。キャッチングはもうプロピカイチレベルということで、まあさっきバッティング見てもらったんですけど、バッティングももうえげつないので、これからあの独立リーグの強敵と一緒に一応レギュラー争いをお願いするということで、もうリュウちゃんは入団希望ということで、もう STBC のチームメイトになりますので、皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ頑張っていきましょう。お願いします。はい、ということで石黒龍一選手の特集いかがだったでしょうか。選手層が厚くなってきて、どんどんみんなのモチベーションが上がっています。選手の特集動画はまだまだ続きますので、楽しみに待っていてください。次回の動画は特別守備練習といった過酷なノックです。選手たちの必死にボールを追ってる姿を見ていてください。これからもっともっと大きくなっていくので、応援の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。